Hello， 各位观众朋友，大家好，我是 Jack King， 今天呢，我来玩这一款我的英雄学院的游戏啦，这继续来破剧情喽。我也是很久没玩了，对，每一次的开头就是这样，因为我真的比较没有时间玩游戏，再加上其实我有的时候会追一些动漫啊，就没有时间嘛。好，那接下来就破这个第十个。那我这一次呢，ボス事件から数日後、僕はオールマイトに呼び出された。伝えられたのは、ワン・フォー・オールの原点と、その役目について。それは、他者から個性を奪い、そしてそれを他者に与える個性、オール・フォー・ワンからワン・フォー・オールが生まれたこと。世を思うままとし、悪の支配者として君臨したオール・フォー・ワンが、今も存在し、そして代々ワン・フォー・オール継承者が彼と戦ってきたこと。5年前の戦いで、私の代でついに奴を討ち取ったはずだったんだが、奴は生き延び、ヴィラン連合のブレーンとして再び動き出している。ワン・フォー・オールはいわば、オール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力。君はいつか奴と巨悪と対決しなければならない。酷な話になるな。オールマイトの頼み、何が何でも答えます。あなたがいてくれれば僕は何でもできる。言うんだオールマイトよ、言わねば。違うんだよ緑谷少年、ありがとう。彼は決意を固めて言ってくれた。頑張りますと。私と一緒なら僕は何でもできると。彼の信念を、成長を感じ嬉しかった。这第十关是那个就在讲故事而已。好，再来就是我们的第十一。终于要玩别之心角了吗？不是，别之角色才对，是心角。職場体験も終わり。うちらの学校生活はいつもの光景に戻っていた。そんなある日のこと、今日のヒーロー基礎学では対人戦闘訓練を行うらしい。その内容は3人1組で戦うというもの。チームはくじで決めるらしい。うちは B チーム、つゆちゃん、八尾桃と組むことになった。見事に女子が揃ったな。それで相手は、ジロ、俺らお前らとだ。負けねえからな。霧島、ララカ、頼むな。分かった。ジャミングウェイになんて負けないっての。つゆちゃん、山もお願い。とよ、ジャミングウェイ。ジロ、てめえ覚悟だ。レディー、レディー。待ってないって。一発ガード、ハガリスレッド狙うか。ダメだ、決めてくれ。完蛋。諦めないし。竟然输了，可恶。哦，不好意思啊，我玩的技术还有待加强啊。そうだ、クソ強いだろ俺。由于刚刚输了，所以我再打一次。那刚刚输的画面我直接把它剪掉好了。
屁啦，一直电。应该可以。不错。干。屁呀、啊！太扯了！他要当掉了！快点，现在打他，现在打他！快点，趁他是智障的时候打他！应该可以。屁嘞！不是啊，只是他太强啦，我不信，再一局。再挑战一次，ジャミングウェイ。レディークラッシュ。看我的，屁呀、啊！我先攻起的吧，这是关卡设计问题吧？这是应该我赢了吧？屁嘞！我先打到他了吧？是什么鬼啊？啊，终于赢了！我都打几场才赢啊，开心成这样。啊，重兵加 A， 啊 A 就行了 ，A 就行了，不求多。音なら肩かろうが浮いてようが関係ないからね。二人ともサポートありがとうね。さすがよ京香ちゃん。次郎さん、私は何も。負けた。二人ともすまれ。啊，终于赢了。再来是第十二章。
末テストも近づいてきたある日、俺は学校で爆豪にテスト勉強を教えてもらっていたが、文字通り教え殺されそうになっていた。だからここはこの公式使うって言ってんだろ、殺すぞクソが。分かったって、ちょっと勘違いしてただけだ。おっす、やってんなお二人さん。そうだ、今から八百桃たちと演習試験の対策すんだ。一緒。演習試験の対策だよ。ロボはさすがの八百桃でも作れないけどさ、組手ならできっかなって。爆豪、戦闘の稽古つけてくれよ。面白そうだな、考えてばっかで疲れたしよ。おい爆豪、行ってみようぜ。すげえ雷、あんたなんてやつ呼んで。うわ、耳をむポニーテール、恨むんならアホ面を恨め、俺が教え殺したるわ。所以这一次要操作爆好吗？对对，操作爆好。等一下，我要被打爆了！可恶！应该哦，终于哦，这次第一次就过了。轻松啊，轻松啊，越来越上手了这个游戏。那、啊、有没有评价 S？ 看我对这个游戏哦，了若指掌啊，这个游戏。傻小啊，好啊，那么今天就差不多玩到这边了哈，因为我刚刚那个输太多场了，不然我现在可以玩游戏的时间蛮少的，那就差不多到这边了。喜欢我的影片，请帮我点一下订阅跟点一下喜欢，那我们下次影片再见喽，拜拜。